ギジェルモ・アレハンドロ・モスコーソは、ベネズエラ・アラグア州マラカイ出身のプロ野球選手。メキシカンリーグのプエブラ・パロッツに所属。2003年に、アマチュアフリーエージェントで、デトロイト・タイガースと契約。2008年12月に、ジェラルド・レアードとの交換で、マイナー1選手と共にテキサス・レンジャーズへ移籍した。2009年5月30日の、オークランド・アスレチックス戦で、 メジャーデビュー。このシーズンはすべてリリーフで10試合に登板したが、勝敗はつかなかった。2010年は、主に 3A オクラホマ式でプレー。メジャーでの登板は1試合のみだった。オフには、ベネズエラリーガベネソラーナでベースボール、プロフェッショナル所属のレオネスデルカラカスに所属し、ウィンターリーグで10試合に登板して3勝0敗、防御率2.66だった。 オークランドアスレチックス時代2011年1月8日にライアン・ケリーとのトレードでオークランドアスレチックスに移籍した5月24日に故障者リスト入りしたタイソン・ロスと入れ替わる形でメジャーに昇格するとその後は先発ローテの一角としてメジャーに定着した9月7日のカンザスシティ・ロイヤルズ戦では8回に主からサルバドール・ペレスにウゼンダを許すまで ノーヒットノーランという好投を見せた。23試合の登板で8勝10敗だった。2012年1月16日にセス・スミスとのトレードでジョシュア・アウトマンと共にコロラド・ロッキーズへ移籍した。2012年11月3日にウェーバーでカンザスシティロイヤルズに移籍した。2013年3月13日に放出された。三月十七日にシカゴ・カブスと契約。 2013年7月26日にトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍。13試合に登板し2勝2敗。11月20日に DF となり、翌日の11月21日に FA となった。2013年12月26日に横浜 DNA ベイスターズが獲得したことが発表された。2014年シーズンの開幕から先発ローテーションの一角に定着。 ユリエス・キグリエルの加入に伴う外国人枠の関係で一時は2軍落ちするも、トニ・ブランコの故障で、再度1軍昇格。その後はローテーションを外れることなく、シーズン最終当番で、規定投球回に到達。9勝を挙げ、2003年にドミンゴ・グスマンが記録した、ベイスターズの外国人投手シーズン最多勝記録を更新した。 10月7日に2015年シーズンを契約することが発表された。2015年は前年と同じく先発として起用され、3に4月は4試合に投げて3勝1敗と活躍していた。しかし4月22日の対阪神タイガース戦で負傷緊急降板し、それ以降は1勝も上げることができず、成績不振に陥った。一時的にリリーフへ、 配置転換されたが、救援防御率16.20と活躍することはできなかった。2016年には、序盤不振が続くも、5月の読売ジャイアンツ戦で、初関東勝利を収める。しかし、その後再び不振が続き、7月に2軍落ち。すると、9月17日に再び1軍登録され、阪神戦に先発。六回2失点で、勝利投手となった。 これが、自身の日本での最後の勝利となった。また、チームは3位となり11年ぶりの A クラスを達成。球団史上初のクライマックスシリーズに進出し、巨人を相手に2勝1敗で、ファーストステージを突破。ファイナルステージでは10月12日の対、広島東洋カープ戦の初戦で先発し、7回途中まで2失点と粘るも、集中打を浴びノックアウトされる。これが、 日本での最後の登板となった。12月2日に自由契約公示された。2017年は第4回 WBC にベネズエラ出身ながらもコロンビア代表として選出。3月11日、一時ラウンドプール C におけるアメリカ戦で2から2の同点の場面に9回1死からリリーフとして登板。延長10回2時まで追い込むも、 二支球などで2.3塁とピンチを作り、アダム・ジョーンズに2ストライクから真ん中に入ったスライダーをサヨナラ中全打にされ、敗戦投手となった。3月7日にメキシカンリーグのレオン・ブラボーズと契約。16試合に登板し7勝3敗、防御率3.89。オフはベネズエラのウィンターリーグに参加。ティグレスでアラグアに所属し、14試合にすべて 先発として登板。5勝2敗、防御率2.05の高成績を残し、ベネズエラの年間最優秀投手賞を獲得した。2018年2月7日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約したが、6月29日に解雇となる。7月3日にメキシカンリーグのレオンブラボーズに復帰。2019年は当初メキシコシティレット・デビルズと契約したが、 登板ないまま4月23日にレオンブラボーズに移籍した。7月2日にトレードでプエブラパロッツに移籍。主な球種は平均91マイルの速球とカーブ、チェンジアップ、スライダー。フライボールピッチャーであり2011年はゴロ率が26.8%だったのに対しフライ率は55.5%に達した。ちなみに 日本での最速球速は時速1 5 0トルである。愛称はジーモ。2016年4月に生まれた娘にはミドルネームに桜とつけた。ありがとうございます。